こんにちは、AT ミュージックの辻康隆です。このビデオでは、先日発売されたユニバーサルオーディオ社アポロのサンダーボルトオプションカードの取り付け方や、それに関連する注意点などをご紹介したいと思います。まずこれがサンダーボルトオプションカードのパッケージになります。早速開けていき、同梱されているものを確認していってみましょう。左からセットアップに関する手順書、そしてオプションカード、あとは取り付けるのに必要となる工具も一緒に入っています。さらに日本で購入されたパッケージには日本語版の手順書も同梱されていますのでご安心ください。では早速取り付けていきたいと思いますが、その前に注意点があります。アポロ本体のファームウェアが古い場合、ファイアーワイヤー経由で事前にアップデートを行ってください。ファームウェアは最新の UAD プラグインインストーラーに含まれています。ではここからは実際の画面をご覧いただきながら、具体的なファームウェアのアップデート手順をご説明していきたいと思います。なお今回使用する UAD プラグインインストーラーのバージョンはバージョン 6.31 になります。ダウンロードした UAD プラグインインストーラーを実行するとウィザードが開始されますので、内容を確認しながらコンティニューボタンなどを押し、そのままウィザードを進めていきます。このような画面が表示されてきたら、自分の環境に合ったプラグインタイプを選び、インストールボタンを押します。ここでは例として、アルタスを選んでいます。すると実際のインストールが開始されます。このビデオでは少し時間を短縮して編集していますので、実際のインストールにはもう少し時間がかかる場合があります。ですが、焦らず落ち着いて操作をしていくようにしてください。さあ、ファームウェアが古いと、画面のようなファームウェアをアップデートするプロセスが自動的に開始されます。開始されたら OK を押し、そのまましばらく待ちます。これも実際のインストールの場合にはもう少し時間がかかる場合がありますが、焦らず落ち着いて操作を進めていくようにしてください。さあ、ファームウェアのアップデートが完了しました。OK ボタンを押した後もインストーラーはまだ続きますので、最後に再起動を求められる画面が表示されるまでそのまま待ってください。さあ再起動を完了したら一旦電源を切り、いよいよサンダーボルトオプションカードの取り付けです。背面スロットのカバーを付属の工具を使って開けます。そしてスロットが見えてきたら静電気に気をつけながらサンダーボルトオプションカードをしっかりと差し込みます。カードを差し込んだら付属の工具をまた使ってネジをしっかりと留めます。さあ AC ケーブルやサンダーボルトケーブルを接続し、いよいよコンピューターを起動してみたいと思います。コンピューターを起動してからの操作は基本的にはファイアーワイヤー接続の時と同様となります。画面に映っているようにメニューからコンソールやコンソールセッティングスを選び、そして細かい設定を行ってください。ちなみにコンソールセッティングスの画面でサンプリングレートやクロックソースの種類、またはアウトプットのリファレンスレベルや SPDIF のミラー設定などが行えます。その他にもコンソールのピークホールドタイムなども細かく設定が行えます。さあサンダーボルトオプションカードを取り付けるのに必要となるファームウェアのアップデート手順や実際のカードの取り付け方法の説明は以上となります。この先の操作は別ビデオでまた紹介していきたいと思いますので、そちらも参考にしてみてください。それでは辻康隆でした。